まあ、サイレントインベージョンとしてね、先ほどこっちですね、はい、まあ、ブルームバーグオーストラリアのね、はい、件は戦狼外交についてやりましたけど、うん、また同じようなイギリス、タカ派になりつつある、いい話じゃないですか、イギリスの対中戦略、はいはい、これね、記事の現代が、はい、イギリスは今中国とかけた架け橋を燃やしてるっていうなんか嬉しいです、橋燃やしてるっていう、いいじゃないですかすごい記事なんですけど、はい、タイトルが、はいはい、ブルームバーグで出てきて、日本語でもね、なんか省略版みたいな感じでちょっと出てきたんですけど、うん、これ実際書かれてる内容すごい話です。はいはい、どういう記事かというとですね、ベネディクト・ロジャースという方がいらっしゃいます、はいはい、この方ですね、まあ、政治家、はい、まあ、一回議員になろうとした人なんですけど、うん、議員というよりはスタッフとしてずっと働いてる、うんうん、日本でいうとどういう人だろうな、まあ、とにかく国会議員の周辺でちょっと動いてる方なんですよ、はい、でこの人ね、一帯一路構想とか結構批判的な方で、うん、はい、何やってるか、香港の人権を守れっていう人権活動家、はい、いいじゃないですか、として、まあ、イギリスの政府周辺で政治家にいろいろ働きかけを行ってる。人権活動家にはいい人権活動家と悪い人権活動家がいます。これいい人権活動家、まあ、いい悪いはちょっと 別にちょっと僕は置いときたいんですけど、ね、はいはい、人権活動家、はい、政治家に近い形でいろいろやってたと、うん、はい、でなんとこの方に今このブルームバーグの記事が注目してるのはですね、このベネディクト・ロジャースさん、まあ、香港問題に声を上げてるわけじゃないですか、はい、でそういうイベントとかもやってる、うん、けしからんやつだということを言われてですね、うん、はい、なんとイギリス国内にいる中国、現地の中国大使館ですよ、はいはい、あそこがこの彼を黙らせるように、うん、今いろいろ工作してるというか議員に対してあからさまに、ニュース自体は嫌な話が入る、ベネディクト・ロジャースうるせえから黙らせてくんねっていう働きかけをしてる、もう本当この内政干渉でございます、戦狼外交というかね、はい、やってますね、はい、出た。で実際中国って、まあ、これイギリスにとって、うん、イギリスですよ、イギリスにとって第3位の貿易相手国なんです、はい、アメリカとかドイツ、はい、あとアメリカとドイツで、その次に中国なんです、はいはいはい、イギリスにとって、はい、だからイギリスにとっては、まあ、貿易相手としてはまあ非常にこう大事なお客さんですよね、うん、はい、ところが中国側にとってはイギリスからの、まあまあ、いろいろ取引ってたった14位でしかないんで、はい、うん、まあ、隠したっちゃ隠したですね、はいはいはい、切ってもいいぐらいの状況じゃないですか、はい、うん、そうなると今中国国力上がってますから、はい、うん、おいイギリス何してもええやんけってことで、はい、こう今態度がガーッと上になってるわけですね。で、ある時これですね、劉暁明、これいらっしゃいますね、うん、劉シャオミンっていう人なんですけど、うん、これ例の、BBC とかですごいやばいこと言ってた、はい、攻められてた、はい、例 中国大使なんです、はい、イギリスにいる、はい、ね、長年いる、ズームでなんか会議やってて、でそこでイギリスの議員のグループと一緒に、うん、まあ、中国今回71周年みたいな形でですね、はい、創立71周年で、うん、まあ、おめでとうございますみたいな、そのかやってた時に一人イギリス側の議員が、うん、はい、ウイグル問題人権なんとかしてくださいってポロッと言っちゃったらしいんですよ。だめちゃめちゃ怒って、はい、まあ、劉暁明、この人が、はい、劉社民が怒って、で、ウイグル族、あ、そうか、ウイグル族のこれ問題どうだって言ったら、うるさいと、まずあんたちょっと黙れと言って、うん、その議員に、もう俺こういうことにはもう関与してくんなと、うん、で5分間にわたって彼が言ったことはここはこうだこうだってギャーッと騒いだっていう事件があって、はい、それを聞いてたそのズームの会議の人たち、もうとにかく場が凍りついたというか、そのズーム会議が凍りついたらしいです、うん、はいはい、まあ、ひどいことを、うん、まあ、ちょっとギャーギャー言ってたと、はい、最後にズボン下ろしたりとかしなかったの、そのズーム会議では しないですよ、はい、ですよ、それはルなんでしょう、トゥービンね、はい、で畜生っつってやんないですよ、やんないですよ、はい、ちょっとやめてください、ちょっと話が、はい、すいません、話があれだ、はい、で、はい、ファーウェイが今すごくイギリスの政治家にめちゃめちゃこのロビー活動させてるそうです、はいはいはい、ただイギリス側もちょっとこれファーウェイやばいなってことで、うん、みんな避けるように今なったということ、はい、これは嬉しいことですね、はい、で、こういうもうなんていうんですか、働きかけみたいなものが、工作はやっぱりあからさまに行われてるんで、さすがのボリス・ジョンソンも怒って、はい、うん、2027年までに一応そのファーウェイの機械、うん、はい、全部排除するよみたいなことを決定するよみたいなことは一応猶予期間を置いてたにもかかわらず、うん、なんと突然こういう中国との関係悪化を踏まえて、はい、よし分かりました、来年21年からもうファーウェイ導入やめますってことで、はい、なんと日本の NEC と、はい、すいませんちょっと一緒にやりましょうよ、はい、ということを言い始めてきた、 5G に関しては、これは結果、はい、
ハートウォーミング、まあ、まあまあまあハートウォーミングですね、はい、で最後にこのロ、うん、あのベネディクト・ロジャースさん、この人、うん、なんとやっぱり中国に一回入ろうとした時に入国拒否を受けたと、うん、やっぱそうです、ね、ビザがやっぱ降りない、はい、降りない。でここ数年、うん、まあ、香港の話してるんで、うん、自宅の住所だけでなく、うん、近所の人にも、うん、彼から目を離すなという、うん、匿名の脅迫状が送られてくるんだ。うわ最悪。で彼の母親にまでそういう脅迫状が送られてきた。なるほど。で、それとかですね、ジャーナリストとかにも自分の彼の名前で、うん、ロジャースさんの名前で偽のメールとか送られてきたりとかするらしいんですよ、はいはいはい、うん、まあ、非常に、まあ、陰に陽に嫌がらせをこのベネディクト・ロジャースさんは受けてて、はいはい、それを知ったあのイギリスの保守党の議員たちがちょっと橋を燃やせと。中国ってこうじわーっとこう複数の周りのやつとかチャンネルを、ね、リモートみたいなのも使ったりとかして嫌がらせをずっと続けるんだよね。で、はい、なんかね犬笛吹くって感じなんです。ああなるほどね。ピーって吹くと、はいはい、ギュワーッとくるという状況です、はいはい、だから誰がコントロールしてるかわからないように、まあ実際はあいつがやってるってわかるんだけど、実際はあいつがやってるってわかるんだけど、うん、証拠がないよみたいな感じでやるっていうことでしょ。いや、まあ、でも これの場合はかなりかな、うんうん、どっちかっていうと、はいはいはい、あからさまにやっぱやってる。でもほら匿名のやつっていうのは、うん、もう大体わかるわけじゃないですか、はいはいはい、これ俺やっぱり反中国の敵、はい、あ、まあ、香港の人権問題とかやればやばいってのはわかってるんで、分かっちゃうんですけど、ね、だからやられてる方はわかるんです、うん、だからこう嫌がらせをこの議員とか受けた時に中国政府からやったんじゃないのっていうふうに言いづらいようにして、で実際は中国政府が、まあ、中国の大使館とかがやらせてるんだけど、そういやいやあれは関係ないよみたいな。いやもう犬笛吹いてんだけど、ね、あれは野良犬が噛んだことだから俺の飼ってる犬じゃないからみたいな感じで言ってくるで、一番やばいのは、はい、これサイレントインベージョンとヒドハンドにも書かれてるんですけど、現地の、はい、まあ、中国大使館がどっか その中国人留学生、はい、ヨーロッパで一番多いですから、はいはい、中国人留学生、うん、留学生とか使ってそういうことをやらせると、うん、おい住所これ渡すからここに、うん、脅しのあれメールかけとかってやっぱりできるわけです、まあ、そうできるからね、はいはいはい、だから野良犬をそうコントロールしてる中国政府は。犬笛状態、犬笛状態、犬笛状態です。それで野良犬が噛んだとしても、いやあれは野良犬だから俺の犬じゃないと。まあこれ一応匿名ですから、匿名ですから ね, ですから、はいはいはい、そういうことでね、はい、ちょっとね、うん、こういうことやると、はい、いやイメージ悪くない、はい、でしかもやられてる方分かってるわけですから、はいはい、最悪だよね。このロジャーさんは、はい、もうすいませんちょっとボス俺ちょっとやられてるんですけど、うん、もうビザもあれされたのか、はい、これはちょっと中国許さんなということになって、はい、今イギリスではとんでもなく反中的な記事がいっぱい出てきます、はい、僕読んでるタイムズとかは、はい、相当今、はい、中国けしからん論がバンバン出てきました、うん、向こうの星で、まあ、タイムズ自身は結構反中的反日的な記事みたいなことも、うん、昔の日本は悪いことしたみたいな、まあ、たまにわけわかんないの、うん、たまにちょろっと出てくるんですけど、はい、今はもう本当中国やばい、ロシアやばい、はい、まあでも中国の悪いよねみたいな記事が増えてます ね,、はいすね、はい、まあ、戦狼外交本気出してきたっていうのを、はい、イギリス側も今わかってますし、はい、まあ、弟分であるオーストラリアもやられてますので、はいはいはい、このファイブアイズ関係での、うん、まあ、緩やかなその、緩やか、まあまあ、多分水面下では相当なんですけど、はい、相当強力に中国ちょっと警戒しなきゃいけないよねっていう警戒感も上がってるということが分かります、はいはい、まあ、ちょっと犬笛だからもう分かんないから、野良犬が噛みついたところでもうこれ証明をしようがないっていう感じかもしれないですから、ロジャーさんかわいそうですけど、はい、嫌がらせを受けてるということですね。これは本当怖い話、はいはい、戦略がね、はいはい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、うん、もっと分かりたいと、はい、人のために戦略の改造、そして未来予測、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、うん、そしてルトワックの理論ですね、はい、これは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で、一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデターにも、そうですね、こちらになりますけどね、はい、こちらですよ。そして、はい、トリプルインベージョン、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はいはい、トリプルインベージョン、ヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫子と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、奥山さん売れてますけれども、はい、もっと
と勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただけたら。究極はこちらでございます。なるほどね。はい、まあ、あの地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はいはい、いろいろ地政学的にって言って番組でいろいろ話してるけど、はいはい、ちょこちょこ間違ってるんですよね。はいはい。でそれをちょっと正したいということで。そうか、和田さんもね、ほら音声一緒に作ってるから。そうなんですよ。はい。だから、ね、はい、ちょっと残念なんだけども、僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ。残念じゃないじゃないですか。弟子筋になっちゃうんです。残念。弟子筋になっちゃうんで。そうなの。割とあのこの人地政学間違えてるなって思うんですよ。奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう。はい、そうですね。そうなんです。はい、はい、そういうことです。